ミア、ベン、教えて。お母さんは一体何をしたの？何をしたからこんなに恨まれているの？何千年も世界中の人々を虐殺したからでしょ！何千年？そんなことも忘れていたなんて。ルディア人は何千年もの間、巨人の力で世界を支配し蹂躙してきたの。他の民族の文化を奪って、望まれない子を産ませて、数えきれないほど人を殺してきたの。被害者ぶるのはやめて！でもお母さんはこの辺で生まれ育ったから、そんなひどいことはしてないと思う。だから100年前、あなたたちの先祖が犯した罪の大きさが問題なの。100年前って、じゃあ今生きている私たちは一体何の罪を犯しているの？ついこの間だって私の町を蹂躙した。私のお母さんが殺されたのは4年前だから、その罪じゃない。だから先祖が世界中の人を虐殺したから。お母さんは誰も殺してない！ねえミア、ちゃんと答えて。なんでお母さんがあんなに苦しんで殺されたのか、何か理由があるんでしょう。そうじゃなきゃおかしいよ。なんでお母さんは生きたまま体を食べられたの？ねえ、何のために殺されたの？ねえ、なんで？威力偵察です。4年前のパラディ島侵攻の目的は大攻勢を見据えての威力偵察でした。カヤさんのお母さんはそれに巻き込まれたんです。お母さんには何の罪もありません。